関東で袁紹の大軍を打ち破った。もはや河北に敵なし。呂布は満を持して決戦の軍を起こす。目指すは長安。そこで李郭、郭氏ら董卓軍の残滓たるものを討つ。それで乱世が終わるのか、あるいは己が奴らに成り代わるだけか。乱世の鬼神が開く明日はいかなものであるべきか。呂布の胸にはある答えが描かれようとしていた。対して李郭、郭氏らは全軍を挙げて呂布への防衛網を展開。また曹操、孫策らも雪辱を期して長安周辺に集結していた。どれだけの軍友が集まろうと、それを倒し勝利するまで呂布、陳宮、趙戦は決意を胸に戦場へと向かった。因縁の地長安を舞台に天下を決する最後の戦いが始まる。ついに戻ってきましたな。おいたわしい。呂布殿は逆賊董卓を斬ったにもかかわらず長安を追われてしまわれた。いわばここが呂布殿にとって乱世始まりの地。そして呂布殿の天下が始まる地となりましょう。まさにその通り。されど今ここには乱世の亡者たちが集まっております。さながらかつての古老館のようですな。あの時とは違う。俺が思うままに暴れられるのだからな。王政様、どうかご武運を。天下をおつかみになられませ。よし、始めるぞ。長安には帝がいらっしゃいます。怯え、ご自身の無力を嘆きながら。はあ、お父様、私はどうすればいいのでしょう。朝鮮敵するは千万の軍と豪遊たち。我が部を振るうにいささかの不足もなし。呂布殿の道を開くはこの趙文渊の刃なり。いざ乱世に終止符を打たん。長領、共に思い切り暴れるぞ。私の望みはただ一つ。この領の手に強大な権力を持つこと。波の権力であればいつでも持てましょう。ですが私が求めるのは天下をも動かせる力。呂布殿の武にて天下を取るのはいわば手段。私の望むものはその先にあるのです。ふん、初めて語ったな。いいだろう、その望み俺が叶えてやる。雑魚どもは帝のもとに集まっている。だがその帝には力はない。今帝を操っているのは李郭と郭氏か。雑魚以下の虫けらどもが偉そうに。
そもそも帝とは何なのだ。弱く他人に操られる奴が帝でいいのか。考えるほどのことでもないか。今から俺が天下を取るのだからな。行くぞ、この俺の最強の部で全てを倒す。開門します、ご武運を。長安の魔法が天下天下なんに天下の敵、ここは一つ勝者の力を使いまして、壁だろうが敵だろうが関係ない。ではこの力で今こそ全てを使う。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。
引く。やはり水路を進んだ。姫様、そちらはお任せしました。任せていて。ゴーよ、カント、行くわよ。最強のゴーを見せてやる。ゴーのやつ、面白い。さあ、これを楽しませろ。覚悟しろ。前を打って最強のゴーを見せて、歓喜光の名をとどろかせる。寄せ付けぬ武器、さすが本戦様です。これがわしの父よ。この高校服ある限り先へは進ませんぞ。
見せつけてくれますな。何があろうと内閣に呂布を入れるな。城壁よりヒエを追いかけろ。急げ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。僕撃ち果たすのだ。あれこそ強化攻略の要、失ってはなりません。報告、地面の炎症した建物が倒壊。あのままで危険です。倒壊、まあ、そこは新たなる道となる。皆の衆、いざいざ倒壊地点に向かいますぞ。忘れてくれ。有限
さすが王政様です。私があの者を止めましょう。いや、行ってきます。奴らの前神宮には逃げる。さっさと隠しを倒し、目出しを押そう。素晴らしいご活躍。絶対だろう。お前が相手だ。どんな感じでとっちみてやろうか。シルエザー子ども、ご活躍。シルエザー子ども。お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 。
海水の陣を敷く。引けば最後、命はないと思え。確実に追い詰めれば、ここは挟み撃ちと参りましょう。いよいよ仕上げだ。シケラどもを玉座から蹴り出してやる。猛獣が城に入り込んだが、めたい。死ぬ気で奴はこれくらい。完了しましたな。いざいざ最後の仕上げと参りましょう。はは、まずいな。これは予想外の展開だ。
勝撃ち取ったぞ。お見事すまい。これで殿下は、殿下は我らのものですぞ。王政様、おめでとうございます。いや、まだやることが残っている。帝はどこにいる。王政様、各氏らを打ち破り、長安での戦いを制した。並み居る軍友も倒れ、もはや呂布に対しうる者はいない。それはそのまま乱世の終焉を意味していた。この先呂布が取る道はいかなるものか。帝を擁し、その無双の武にて暗い人心を極めるか、あるいは帝さえも軍友と同じように打ち倒すか。呂布が選び取る道は未だ誰にもわからなかった。そんな人々の思いをよそに、呂布は帝のもとへと向かう。紀信呂鳳翦がつかみ取った天下はいかにあるべきか。呂布は一つの答えへとたどり着いていた。今、最強の男が新たな時代を開く。が弱いからだ。だから宦官どもや董卓のような奴が出てくる。頂点に立つ者は強くなければならぬ。俺に帝の座をよこせ。お前はどこかへ失せろ。戦えん奴など切ってもつまらんからな。いやはや陛下、戦場はすでに過去。昔日のものというのに、そのお召し物は。ふん、あんな服着ていられるか。そっちはうまくやっているようだな、陳旧。
天下に響き渡るは名参謀、秦広大を称える声、声、そして声。間違いなく我が名は後世に残るでしょう。引け！俺はこの力で乱世を制した。これからはくだらん騒ぎなど起こさせん。俺に勝てると思う奴はいつでも来い。全力で叩き潰してやる。天下よ、この俺が最強の両方戦だ。